どうもどうも、始めました。金賞フットボール球部でございます。私は私のライツ総、ライツ総長であります。そして真のフットボール革命の指導者、ロック総統である。はい、そして今日はゲストをお招きしております。この方です、どうぞ。どうも、ポニーテール二等兵です。上等兵、上等兵、失礼しました。謙遜なさらないでください、はい、もうあなた上等兵ですからね。昇進したんですね、いつの間にか。よろしくお願いいたします。お久しぶりですね。久しぶりです。ポニーテール上等兵といえば、うん、もうあの本をね立たれたということです。あ、そうですね。何て言うんでしたっけ、うん、楽しめてるかという、楽しめてるか、これ言ってしまったらポニーテール上等兵の本名が、ね、バレちゃう、所在がバレちゃいますね。じゃあ P 入れといてください。どっちにしときますこれでも本のことも言っといた方がいいのか。いや、そうじゃない方向で、好きなこと言えるんですよ、ね。なるほどなるほど。じゃあポニーテール上等兵やってこと、はい、じゃあちょっと仕切り直して、はい、いや、お久しぶりで。久しぶりです。もうなんかいろんなことに精を出されてるということで。そうです ね、はい、いろいろやらせてもらってますね。なんか楽しそうに来てらっしゃる感じがしますよ。なんか楽そうに来てますよね、僕自分のツイートとか見てて。そうなの、そうなの。サッカーヒッピーな感じですよ。サッカーヒッピー出た新しいジャンルフットボールヒッピー、フットボールヒッピー、うん、お人気いいんじゃないですか。ツイッターの説明文にフットボールヒッピーって一行だけ書いてる感じ。うん、かっこよくない？それちょっといただきます。いやいやいや、お願いします。いいよ。旅人な感じね。旅人な感じ。なんかいい、まあ仕事なのか遊びなのかっていうのをよくわからない境界線の中で生きてるよね。かっこいいじゃないですか。どっちかなこれみたいな。やっぱそういう人が増えた方が業界も憧れてね、みんなこう入っていこうみたいな感じになりますよね。カツ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 で書きたくもない記事書いてるサッカーライターさんいらっしゃるじゃない。若者が増えないですよ今。編集者とかそっちの方の出版業界は、まあ、出版ライターさんも増えないし、編集者も増えないし、誰もなんかみんなそんなもうみんなブラックだって分かってるから入ってこないですね、若い子たちが。だから入ってきた時とかはもう本当に可愛がられますね、業界の中で。うん、まあでも、まあ、みんな先輩面するけど多少でも結構可愛がってもらえると思います。あ、そうですか。じゃあ今ちょっと夢持って入るのチャンスかも分かんないですね。夢持って、うん、なんか憧れの業界ではないんですよ。そういう子自体が近づいてこない。なるほど。それがもう問題。なんかでもそういうので表現しようと思ったらさ、自分でブログなりさ、うん、そうなんですよ、できちゃうんですよ。やってた方が確かに境界線がなくなってきてますね。発表するにはいいんだよね。いや間違いないです、うん、そっちだったら別に女にでもさ、自分でいいこと書いてて、うん、見に来たやつだけ見に来るわけだから、うん、そういうことなんですね。逆にあれですよね、プロ側からしたら、はい、旧体制側からしたらなんかいろんな高度もないとこで、いろんな責任もないとこで好き勝手書かれて、そっちにビューを奪われるそのパワーに対抗するのって結構大変じゃないですか。大変だと思います ね、はい、あのやっぱそこはあの自由にやってる人たちの方が権利も無視できるし、うん、いやそうなんですよね。あとは、ね、取材パスのことも気にしなくていいし、うんうんうん、ある意味本音かけるわけじゃないですか、うん、本当ですよね。まあだってそれこそこのポッドキャストだってそういう部分はあるんじゃないですか。いや確かにそうですね、はい、それはやっぱり、ね、サッカーで飯食ってる人は、うん、やっぱね、おまんま、ね、こうやって吸い上げられちゃったら、うんね、ルールに基づいてね、礼に始まり礼に終わってこう組み合うとこからやってるんですけど、そこに北斗の拳の雑魚みたいなのが現れてっていう感じでしょ。まあそれまあね、バギーで蹂躙されて、ね、雑魚って言ったら失礼ですよね。畳が、まあ、雑魚というか、もうそのね、あのカオスでね、カオスがカオスでやられちゃうと、はいはい、まあまあそっちの方が面白かったりするわけですよ、うんうん、すごいね。選手のコメントなんて取りに行ったって、選手は一生懸命頑張りますしか言わないわけですよ、棒読みでね。なるほどなるほど。相撲取りじゃあるまいしさ、なるほどなるほど、自分の相撲をやるだけですみたいなね、そんなコメントばっかりだもんね。そうなんですよ。そうかそうか。負けたら、まあ、気持ち次に切り替えて、みんなそれしか言わない。あれでもあれでしょ、そういう朝礼があるんでしょ、朝1週間いい準備をして1週間いい準備をして、次の試合も頑張ります、次の試合も頑張ります、サポーターの皆さんのおかげで勝てました、まあ、って思っちゃいますよね。なんかもうちょい面白くやってくんねえかなと。その辺なんかやっぱり向こうのなんていうんですかね、試合後のインタビューとかそういうのがあんまりうまくこっちに紹介されてないっすよね。なるほど、うん、それはもうちょっとやっぱメディアがうまく伝えていかないといけないのかなと思う。やっぱり僕はそれを選手とかあの求める側の客お客さんにも、うん、あのスタンダードがさせるためにやっぱあの吹き替えをコメディアンにやらせないといけないね。あ、それ大事っすね。字だから結局ペンゲルが何言っても、うん、ね、エジルが何言っても字だから、ね、あそこでいや俺がさ
って、そうなんです。俺がもし次男だったとするじゃんとかっていうさ、身のもんた的なのも欲しいですよね。確かにね。身のもんたの野球プロ野球ニュース、プロ野球チームプレーコープレーのね、あのナレーションは秀逸だったもんね。最高でしたよ。名人ですよね。うん。ミノさんって逆にあそこから評価されてきたんだもんね。そうですよね、うん、あそこからですもんね。そう確かに確かに。それで言うとあれですよ、 RC カープランプリ見てました、タミヤの。はい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 、はい、知ってます、小倉さん。あれ小倉さんなんですよね、はいはい、あれも僕好きでしたよ。小倉の兄さんでワワイのワーイみたいな、はいはい、ね、はい、あれ あの朝やってる小倉さんなんですよ。そうなんだ、宮崎でやってなかったかもしれない。宮崎ではやってなかった。新川グランプリやってなかった。そう。ミノさんね、今ほらあんまりそんな仕事ないんだったら、サッカー界にそうやって引っ張ってきて、サッカー界でもう一回使っちゃうぐらいのさ、そういうことをやった方がいいじゃないですか。セカンドチャンス。なるほどね。綺麗なお姉ちゃんとセットだったら絶対来る。絶対来ますもんね。なるほど。それお尻触っていいのって言ってね。朝礼やったらいいんじゃないですか。あ、ライトフライが上がった、ライトフライが上がったって、何も育成したらいいんですよ。それで、ミノさんのやり方をね、そうそうそう、外野席いいじゃねえかよ、10ぐらいよやだなってありましたよね。最高だな。だってやっぱあの立川のデッドボールが面白いのは、ミノさんのやっぱあの解説がやっぱあってこそ、当て振りが面白いよね。確かにあってこそだから。確かにそうか。当たってないよ、当たってないよ、当たってないっつってるだろ、いてててててとかいうやつね。あれいいよね、名人だね。あれやっぱこうスポーツっていう、あれだけでも面白いのに、それをさらに何倍にも膨らませる。そうね、あの人でも面白かったですけどね、青島さん。青島さんなんかちょっとそっちの系譜でしたね。マルカトーレ青島さんね。一回あれでしょ、イタリアのあのフォワードなんだっけ、トッティと、もう一人でっかいのビエリ、はい、ビエリのキャラとかつけてましたよね。そうですね、うーいみたいなね。あれ面白かったですけどね。あれは良かったですよね。良かったですよね、はい、あれあのこの前あれやりたいな、去年じゃない、1ヶ月ぐらい前に地域チャンピオンズリーグに見に行ったんですよ、あの市原に、はいはいはい、地域決勝に、はい、でその時にやっぱりもうシーンとしてるじゃない、はい、で僕の周りに「おいどけよ、おいどけよ、おい肘入ってるって」とか言って俺がブツブツ言うと周りが爆笑してたから。アテレコね、アテレコ、アテレコ文化やっぱ復活させたいですね。客席でアテレコおじさんがいるチームもまあいいですね。あの辺座るとアテレコしてくれるみたいなね。あれお前もっとこっち来いよ、こっち来いよ、俺の届かないんだから俺のこっち来いって。えでもこっち開けちゃうよ、ほら。あら誰もいなかった、あみたいな感じ。張り切って一人かわして、よっしゃクロス、誰もいなかったみたいな。どこ蹴ってんのバカ野郎。やりたいね。いやそういうのいいっすよね、絶対面白い。入ってくるんだよな。だからあれでしょ、その要は J リーグが公式で上げてる動画を、うん、YouTuber が勝手に使ってアテレコしちゃえばいいわけでしょ。そうそうそう、だからあれね、アテレコとかそういう風に、俺はだから次、あのダゾーンが一歩先に進んでほしいのは、うんね、無料でどんどん出してくれてるから、うんうん、それをなんかまあフリー素材じゃないけども、はいはいはい、一般の人たちが自分たちで番組とか使ってダイジェスト番組作っちゃうぐらいまで、うん、なるほど、 OK よみたいな感じまで進んでくれると、うんうんうん、ちょっと日本、うん、世界より先進んでんなっていう感じになってくると思うんですよ、ね、でもやっぱあの拡散力ってもうその SNS やったことがないやつではピンとこないかもしれないけど、本当に今の拡散するスピードってすごいなと思ったのが、早いですよね、この前僕読売新聞の日曜版に獺祭っていうお酒があの一面で広告して、はい、あの転売しないでくださいみたいな、はいはい、あの高く買わないでくださいっていうか、うん、はい、ブランドイメージを、守るのは大変だなっつってピュッてやったら、過去最高6000リツイート、4000いいね、すごいね、インプレッションが60万、あすごいね、60万すごい、もうその時点で獺祭は3500万の広告以上のものを確かにね出てるからね、相当うちに獺祭がかなり届いてもいいはずの、そうそうそうね、獺祭がうちに来てもいいんだよ、獺祭の、転売は獺祭って俺が言ったんだけど、それはダメだったかな、まあ、今の僕の中で2インプレッションすぐ流れてきましたよ、はい、すごいもんですね。でもね、それはやっぱり言えてたんですね、リツイート力というか、その獺祭が出したことに対して相当が一言言ったことが
言えてたってことですよね。さっきちょっと録音し始める前に話もしましたけど、はい、やっぱ今年観客動員が増えた一つの要因は J のね、そう、うん、J のダゾーンが徹底的にソーシャルに J リーグの動画を上げまくったっていうことで、あのナイスセーブランキングとかナイスゴールランキングとか届けなくて、ダイジェストは全部ツイッターで見れるように上げてくれたわけじゃないですか。あの流れてくタイムラインに J リーグの試合がっていうのが多く出てましたもんね。ありましたよね。だからそれはやっぱり人の目に触れる機会とか拡散していくスピードにちゃんと乗れてるっていうか、なるほど、これはやっぱ客ちょっとずつ増えますよね。だから俺は来季以降もまだまだそういう伸びしろはあるだろうなっていう、SNS ちゃんと動画画像が頑張ってくれてるうちはあると思いますけどね。そうなるとやっぱりそういうリツイーターの上手な人も生まれてきて人気を博して、うんうん、そうです ね、まあ、ねこういうことで言うと多分スカパーの人たちが、うん、いや俺たちだって、うん、その SNS あの徐々に最後の方はちゃんとやってって、うん、あの SNS やり始めてたところだったんだよっていうようなことを言うかもしれないですけど、はっきり言ってやり方が遅いわけですよ、スカパーとか。やっぱ旧体制の人たちってそういうのを怖くて一気にドラスティックにできないですよね。だけどダゾーン来てやっぱり外資でそういうののスピード感が全然違うわけですよ。でそのスピード感でやんないとインターネットの世界って勝てないですよ ね、 なるほどね。だから日本みたいに 怖がってちょっとずつなんですよ、そこはとか移行期間なんですとかってやってるうちは片足ずつ履き替えてくるみたいなの、そんなやり方でね勝てるわけないよ。なるほどね。他のエンターテインメントの業界とかはもうさ、もっと速いスピードでやってんだから、なんでスポーツかよね、そこがちょっと素早くできないのかなっていうのは。それサッカーだけじゃなくて他のスポーツも結構そうですね。やっぱ権利を握ってる人がね、年配の人だったりとか。そうなんですよ、しますもんね。大会構造で、権力者が既得権益を、まあ相撲がも最たる例ですけど、全部の業界、スポーツ業界ってそういう風に誰々先輩の言うことを聞かなきゃいけないから成り立ってるから。なるほど、なるほど、変わらないですね。だからさ、野球なんかでも思うのはさ、後発のさ楽天とかさ、DeNA とかさ、お客さんの動員が伸びてるじゃないですか。はい、でやっぱそれって、まあ、特にあのベイスターズなんてさ、親会社 TBS のさ、既得のなんつうの、その古いマスメディアからさ、いわゆる DeNA というそのインターネットに精通してる人たちだからさ、その拡散力がやっぱり違うから、そのスピード力が違うから、今だからベイスターズだから、まあ正直言えば大して強くないチームですけど、そこそこやっぱりこう見ようかなっていう面白さを打ち出してこれるっていうのは、やっぱりそういう既得権から外れた人たちがやっぱりやってるからかなとはやっぱり思う、ね。間違いないですね。だから人間そういうのを見た時に気持ちいいじゃないですか。それから外れたものを見た時に新しいものを見てる気がするから、それだけで。なるほど。だってどこもやっぱりコンテンツは面白いことやってんすからね、どう目に触れさすかとかね、リーチさせるか、まあ、特に若い人の方がそういうの敏感だから、人権益がやってんだなって思ったら若い人たちはついてこないっすよ。なるほど、なるほど。Jリーグのだから若いのが増えない問題っていうのは、まあそういう体育会の文化なんじゃないのかなっていうのは。まあ確かにね、そういった部分においては実業団が仕切ってた、その既得権があるからね、まあ、そういったところはまあ否めないかもね。でもまあ面白くはなってきてるってことですよね、いろいろ。まあやっぱ J リーグもね、いろいろ外資入れろって話なんですよね、なるほど。だから J のクラブも外資、まあもう実質ほぼ解禁してるような感じだと思うんですけど、なんかどっかね大きい会社が J リーグのクラブ買ってくれたらもっと変わるんじゃないですか。単純にえこれおかしくないですかって言って、多分外資のクラブが入ってきたら言うと思うんですよ、いろいろ。シェアマンに対してもホワイト、そう、あとまあ実行委員会とかでおかしいじゃんこれ、Why ジャパニーズピーポーって言うわけですよ。まずフレンチフライが置いてないじゃないかみたいなね。そ、まあそんな小さいところ、会議室にフレンチフライがそんな小さい頃が行く、まあ、だから俺はやっぱりもう外部の血をどんどん入れる、もうダゾーンってやっぱ外資入れて成功だったわけで、そういう風にしていくしかないんじゃないのかなっていう思いますね。なるほどね。でももっともっとすげえ僕ら的には面白くなっていってほしいし、自由な感じになっていってほしいですもんね。そうですね、逆にその部分をやっぱりサポーターが敏感にこう
取り入れていかなきゃいけないよね、うんうん、旧来の、そうですね、そういうなんていうの、いわゆる昔のオリジナル店みたいな古い飲酒をさ、はい、サポーターが踏んでるようではさ、うんうんうん、ちょっとやっぱダメかなと思う、ね、まあ、そういう人たちも いてほしいですけどね。だからそれとなんかこうまたやっぱ新しい勢力とがこうしのぎを削ると面白くて、うん、まあ、レガシーはレガシーでやっぱ残ってほしいってのあるんで、面白いリーグになってほしいですけどね。もう2部から3部まで、まあ、でこれじゃないですか、ね、ダゾンって外資入れたら本当にいいと僕は思いますね、うん、あれどうなんですか、今回1回チャンピオンが決まったわけじゃないですか、はいはい、そのことによって賞金が流れるわけですよね、うん、しかもがっちりした傾斜配分というかその上から、はいはい、あれでやっぱ大きくチームの戦力図勢力図変わってくるんですかね。変わるんじゃないですか、うん、短期的には変わると思うんですけど、うん、僕中期的に見たら、うん、5年後ぐらいには、うん、なんかその差がすげえ広がってるっていうふうにあんまり思ってなくて、まあ多少広がるかな、うん、なんか多分 7,8 クラブぐらいのビッグクラブが生まれると思うんですけど、とその下の、うん、ミドル、うん、レンジ の, そのミドルサイズのクラブが、うん、まあそういうヒエラルキーができちゃうかもしれないですけど、うん、なんか例えばスペインのようなレアル・バルサがみたいなほどにはやっぱりこの程度の金額差じゃならないかなっていうのと、まあ、あとまだ他のクラブが伸びしろが全然あるからそこさえ伸びちゃえばこの今のラゾーンの金額ぐらいだったら全然そういうクラブ努力の利益で僕は埋まる差かなと思うんです。なるほど、そう、どうはどう思います、まあポニーちゃんがね、ポニーちゃんが言ったクラブ努力っていう、うん、そのクラブ努力のそのセンスが、うん、さあないからね、やっぱこうかっちり固まってくるとは思う、うん、いややっぱよっぽどそのフロンターレみたいに、うん、そのちょっとこう大きな投資をしてね、最初の初期投資をして、うん、その回収は後でもいいよっていうぐらい気前が良ければ徐々にもう変わっていくかもしれないけど、うん、毎年毎年カツ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 で予算組んでるようなところがなかなかそこまで、やれないのかなっていうのが、まあ、実際のところだけどね。なんで、あの、まあ、自分のツイートでもつぶやいてすごい僕も 500RT ぐらいされたんですけど、うん、やっぱり川崎フロンターレが優勝した意味合いが大きいなと思ったんですよ、うんうん、まさに総統が言ったようにああいう風な先行投資、うん、そして、まあ、あの既存今まであった J クラブがやってないプロモーションをやりすぎたクラブが、うん、はい、エンタメの勝利がね、そうなんですよ、繋がっていったというのは大きいですよね。そこがやっぱ優勝したっていうこと、それで優勝できるっていうことも、うん、そこがまた今度大金を持ったら、うん、じゃあもっと大きいプロモーション戦略できる、うん、ですね、今まで言ってもまあね、金のかかんないせせこましいなんかアイディアだけで頑張ってきましたみたいな方向性だったんだけど、そこに今度金が使えるようになったりすると、うん、より川崎もっと面白い企画が急に下品にならないでほしいですよね。まあここでね、なんかちょっと新庄スペシャルとかやめてほしいですよね。どういうことですか、ジュエリー、なるほど、そういうなんか金持ち向けな立ちなっちゃう、はい、まあ、川崎がそういう風にお金持って新しい面白い企画やろうってチャレンジしてったら川崎がね、どんどん抜けていく可能性はあるんですよ。あ、でもそれはいいことですよね。いいことですよ。そしたらやっぱそれ目指すクラブが現れますから。そうですよね。まあ、あの川崎はそのやっぱりスタジアムを中心とする半径 4,5 キロのところで人口が一番多分 J リーグの中で一番大きくなって、なるほど、なるほど、伸びてる、伸びしろ、そういう人口の伸びしろもあるから、うん、あの新しいお客さんを呼び込みやすいっていうのはあるよね。それはすごくあると思いますね。か、まあ、昔から川崎にいる人は、うん、あんまりフロンターレのサポーターじゃなかったりするんですね。こっちに引っ越してきて、うん、何か川崎、自分の川崎市民ってアイデンティティが欲しくて、ね、引っ越してきてフロンターレ応援するって人がすごい多いです、ね、しかも新しいマンションやないやって新しい夫婦もね、子育て世代も入ってきてるとこだから、はい、あそこでもビル風強くてやってらんないんだから寒いとき寒いよね、すごい寒かったもんね、あの時ね。すごいよ、ビル風、あれなんとかなんないのってぐらいビル風にも負けず優勝してるわけですから、ね、ビル風さえもネタしますよね、多分ね。まあまあ、そうですね、そういうのもネタにしてる、そういうぐらいの戦略は持ってるはずですよね。ビル風に煽られて落下さん舞台かなんかみんなでこう入ってったら面白いね、あれね。いやだってすごいですよね、自虐性もあるのいいなと思ってくるのであれは、ね、あの優勝パレードのバスの一番前にデカデカと、うん、無カンターレ卒業って、いやさすが、ね、これはできないよね、やっぱ他のクラブじゃ絶対
キャッチーですね、ポップですもんね。サポーターが言いそうなことをオフィシャルが言っちゃうっていうね。そう、それはいいっすよね、ね、なんかサポーターもっとやりやすいんだけど、ね、ちょっとさ、あの人気ある学校の先生に近いんですよ ね、 あ、なるほどね。あの生徒の人気あるやつが言うようなフレーズ、先生が言っちゃってるよみたいな、朝礼台の上でみたいな、教頭先生にみたいな、はいはい、あ大好きみたいな、あるじゃないですか。あの感じありますよね。いい、確かにね、あれはあの浦和にも鹿島にもできないこと。そうですね、はい、あれはあの本当に面白いな、まあ、意外と浦和と鹿島の、ね、ファンはそれはそれでそういうのやってほしくないっていうファンも多そうだし、あ、そうか、まあね、でそのやってほしくないっていうあのファンが新しい客を遠ざけてるんだなっていうことを、それは旧来のサポーターは思っとかなきゃな。そうなんですよね。だからサポーターが一番あの意識しなきゃいけないのは、サポーターのやるべきことってチームを勝たせることじゃなくて、新しいファンを連れてくることですよ。なるほど、これは、ね、これは重い言葉だ、みんな勘違いしてるんですよね。みんな勝たせる、俺たちの思いで勝たせるとか言ってんだけど、違うんだよ。あんたたちがやるべきは客を連れてくることなんだよ。これ勝利じゃないんだよ。よくそうと言うんですけど、空席があるのはお前らのせいでもある。いや絶対そうなんですよ。なるほどなーっていうね。空席をこんなに作ってるの分際で勝てばかやろう、やる気あんのかっていうのはおかしいんじゃないかっていうのは、あー、なるほど、そういう考え方もあるかと。実際やっぱ初めて連れてった人の感想を聞くと、うん、サッカーの競技よりもサポーターすごいっていう風に言うんですよ。あー、まあそうかそうか。だから、うん、見に行く実はあの動機って、サポーターを見に行くっていう動機がすげーあるんですよ。なるほど、まあ、お前たち客を呼んで呼ぶ存在なんだよ、うん、呼べる存在なんだよっていうのはサポーターが一番意識しなきゃいけなくて、勝ち点3よりもよほどチームに貢献できるんですよ、あのリアルに。そのね、そこを意識やっぱりしてないから、だから僕もこの前やった、どれぐらいからをバズるっていうのかな、500リツイートぐらいをバズる、まあまあバズるでいいんじゃないですか、ね、バズるでいいですか。そうするとこの前バズったのはやっぱりベテランさんがね、はい、一元さんに対して勝ち負けしか、うん、その評価してないから、うん、一元さんがやっぱり勝ち負けしか評価できない一元さんになってしまうんでっていう、うん、それをベテランさんが意識して、変えていかなきゃダメだよっていうようなことを書いた、まあ、それはそうだっていうふうにして、やっぱり現実そこをベテランサポがやっぱり意識してないから、だから今度からベテランサポだっていう人間は、あの加藤ちゃんのあのこのひげずひげ面とこのあれをして全員行くとかね、そういうベテランの人は、なんかね、ちょっと嫌な言い方ですけどみたいにしちゃえばいいんじゃないかなね、そうそうそう、もう私何人連れてきました、そしたら昭和がついてみたいな、偉くなってくるみたいな感じで、私、ゴールド会員でございますみたいな感じで、あ、じゃあネズミ公的にサポーターをやっぱ増やさなきゃいけないんじゃないですか。うん、そうですね、やっぱサポーターが一番評価されるべきは、あのどんだけサポーターを増やしたかだと俺は思いますけどね。なるほど、なるほど。それがなんかどうしてもサポーターってもっとこういう応援の仕方しようぜとかって応援の仕方ばっかりいくんですよ。お前たちが考えるべきは絶対的に人を連れてくることなんだ、友達連れてくることなんだ。そうですね、だからこううちにうちだから、そういう作業がめんどくさいなって思う人間はジャイアンツ見とけばいいんですよ、うんうん、なるほど、うん、そういうのもうサッカー見ない方がいい、勝てるしね。そうですね、サッカー見ない方がいいですね、うん、そう、逆にそこが面白いなって思うところがサッカーの地域密着の面白さだったりする。す、ね、今までのプロスポーツの見方とは違う概念がサッカーで初めて導入されたのが、そこめんどくせえと思ってるやつはダメなの、向いてない、だからなんつうんですか、おせっかいなおばさんなんですよ、巻き込み型の、うん、なんでこれちょっと見てきなさいよみたいな感じで、うん、こう呼び込むのがサッカーで、それ人を巻き込んでいくのがサッカーだから、これはやっぱサポーターもっと意識しないといけないんじゃないのかな、ね、そうあってほしいですね。誰もがその、まあ、努力はね、あのしようとして、とでも遠いじゃんとかね、遠いじゃん、せっかく行ったけど 0-0 じゃんとかっていうことに負けないでやってほしいんですよね。いやそうじゃなくてとか、ここでもっと楽しみとかあるよと、 0-0 の中にもこういう見どころがあったじゃんとか、こういうものがあったじゃんとかね。結構だからね、初めて来た人でも勝敗関係なくて声出す、大きい声初めての出したとか、そうだよね、そういう人多いし、あそうだよね、逆にだからさっき言ったミノモンタみたいなやつがいてさ、うんうんうん、そういうのもあるっすよねあのおじさん見に来たみたいな、そうそうそう、ゼロゼロだけどつまんないなんて言ってるととか言いながらね
あー俺はキーパー暇だなまあずっと今の先週も暇だ。おー来たぞ来たぞ、あーカットしたなんだよ、俺が言ったすんだよ、俺にボール回せおー急にバックパスはダメだよ、バックパスはそれが成立してるスタジアムでちょっと空いてるイメージがあるだから、うん、空いてる時でやれるアプローチと、その例えば裏みたいな大人数になった時のアプローチと、それは違ってくるべきなんだけど、空いてるお客さんであれば、その空いてるお客さんへのアプローチをしていけばいいんじゃないかなっていうアプローチだよね。まあ、裏でもすごいっすね、やっぱ。裏のブランディングがまあブランディングでなんかすごいね、ああいう風にやって突き抜けるのもありかなとはやっぱ今年のあのコレオグラフィー見て僕は思いました。かっちょええすもんね。もうすげえ、だって姉の一員になりたいって思う人もそうで、こうでいるでしょう、だってあーなれる、なりたい、あーなれるならなりたいですもん、それ私こうやりたいみたいな。逆に嫌ですよね、来週から来シーズンからなんか裏方が報酬転換して焼きそば食べて頑張れっつってチーム側が言ったら嫌ですよねスマスペシャルとか嫌ですよね。まあ各クラブ特色は出すべきなんだけども、ね、まあ、入ってないクラブはとにかく、うん、そういう努力はしなさいよ、ね、でサポーターの悪いところはフロントの悪口言うじゃない、フロントの悪口を、ああいうことした方がいいのにとか、ああいうことしないからダメなんだよって言うじゃない。そんなさ、特にさ、お客さんが入ってないカツカツのクラブなんてさ、そんなことできないんだから、自分たちがやっていくしかないんだよ、知恵使えっつうの。まあね、日本人ってそこ苦手ですよね、うん、苦手、怒られちゃうと思っちゃうから、うん、そうそう、お上がやっぱ怒っちゃうからっていうね、あれもね、なんだっけ、この前ポニーテールが本当そうですよねって言って俺につぶやいて、何でしたっけ、なんかそういう面白い演出に関して、ああとあれじゃなかったっけ、あの無粋ななんかあの山形、うん、あのあれであのユニフォームをなんか気を利かして、そうだそうだそうだ、山が、あの山形と岐阜なんか色が被っちゃって、そうそうそう、でどっちかが持ってきてなかったアウェイだから、うん、だからホームの方がずらしたら、ホームがなんでずらしたんだみたいなことになったやつ、でそれで岐阜の時に、うん、反町さんが、うん、じゃあ前回あれになったからうち今度逆にしましょうかっていう提案をしたんですよ。なるほど、なるほど、なるほど、反町さん粋だよねやっぱり、で提案したんだけど、だからそれに対して、うん、なんかや山賀のサポーターだもんが、まあ、岐阜でも、まあ、J リーグ全般が、まあ、そんなことする必要ねえんじゃないのみたいな部分の、なんていうの、それが正直言えば日本のサッカーで岐阜対山賀なんてクソつまんないサッカーじゃない。そんなことない、そんなことないですよ、ぶっちゃけ誰も受けると思わないね、見たいですよそんなのをなんかそこの話題でやれば、うん、ヤフーニュースの一面にもなればね、面白いかもしれない。美談ではありますもんね。美談ですよね、うん、そこでも話題だし、まあ、ぶっちゃけ岐阜が乗らなかったら、いや別にいいよそんな気づかないでってなっちゃったんだけど、うん、両チームのために思ったらやらないに越したこと、あ、違う違う、やる意味は絶対ありますよね。あれはでも確かにどっちかって言ったら、サポーターもいい話じゃん、うん、でクラブ同士もいいじゃんってなったんだけど、リーグがダメって言ったんですね。あ、そうなんですか、ね、リーグがダメだったんです。だから J リーグのクラブ同士は結構そういう感じで、あ、いい話だなって思って、サポーターもいい話だなって乗っかったのに、リーグが、いやなんかあのリーグの公平性がみたいな話になって、それでチャームあたりもドンとぶつけたりとか、今回は特別ですよ、カッコ笑いって言えればいいだけの話とか、なんかさ、あのそのメールだけちょっと見逃してましたぐらいのさ感じでさ、なるほど、本当はダメなんですよとかって言って後から怒るぐらいのさ、担当者を叱っておきましたのでみたいなね、それでなんかめちゃめちゃ、そういう茶番はいいよ、そういう茶番にやってほしいですよね。なるほどね、それこそ遠山さばきだよ日本人の好きな、うん、だって逆にそれさ、前提ができちゃったのはいけないんだとすれば、うん、どんなアトレでリーグは困ることを想定するわけですかね。いや今回俺たちだって逆にしたいんすよってチーム出てこないでしょ。この間良かったじゃないですか。日本のなんかルールに従うことが美徳だから、まあ、そこだけの問題だと思いますけどね。
だからもう日本人以外の人たちってルールに従うことじゃなくて、みんながうまく回ることがのためにルールがあるわけだから、回れば別にルールなんか無視してもいいんだけど、日本の場合はルールに従う、あのうまく回ることよりもルールに従う方が上に来てるから、そうね、そこがやっぱこの前のさ、ちょっとサッカーから離れるけどさ、熊本の議会でさ、赤ちゃん抱いてさ入った2、3回だから俺別にその赤ちゃん入った大手議会に入ること自体がどうこうじゃなくて、その手法自体は、うんうん、なるほど、そういうのってあるあるって思うんだけど、そのマスコミの目を引くし、そうそうそう、議員としての名も上がるし、そうそうそう、一石三鳥ぐらいあるよね、うん、無所属の人だから、ね、あ、なるほど、党派関係だから、逆に言うと無所属の人だから党を挟んで物を議会に言えないので、うんうん、ああいう感じでやるしかないっていうところ、俺なんかね、ああいう手法大好きなんだよね、はいはいはい、ああいうゲリラ的な感じで周りに、ああいうの日本人って嫌うね、 あのあざとく見えんだろうね、そんなこと言ったら YouTube の、 あの、ね、サムネイルなんかみんなあざとく作ってるじゃない、ね、もうあのあざとさ もうあざとくなくなってきてますもんね、だんだんね、確かに、ああいうの、ね、あざとさに対するあのヘレって僕らの世代のがありますよね、うんうん、ちょっとね、結構若い子はちゃんとあざとくできてますけどね、セルフィーで自分撮って、はいはい、ハッシュタグで可愛いってつけるの普通らしいですからね。いや、それできないでしょ。俺らの中で。じゃあ俺も自分の私服セルフィーで撮ってね。ハッシュタグでおしゃれってつけれるんですよ今のが。自分で自分にね。まあでもおしゃれのジャンルとして出してるから。それはフットボールと一緒なんですよ彼らの中で。おしゃれ。でも俺らの世代はハッシュタグおしゃれってつけたら、俺自分のことおしゃれって思ってますよって思われたらどうしよう。っていう、なるほど、あの回路が働くじゃない、じゃあ俺が撮って、はい、ハッシュタグイケメンって出せばいいの、そうですね、そういうこと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 、うん、でもハッシュタグおじさんだったら普通だよね。誰が調べるんですか、ハッシュタグおじさんで。誰も検索しないですよ。そうなんですよね、だからもう新時代の話じゃないですけど、新時代に乗っかっていこうと思ったら、あざとさを照れてる場合じゃないんですよね、まあそうですね、確かにはそうなんですよ、まあでも今のプロレス見るとやっぱあざとさを前面に出してるもんね、出してますね、金の雨を降らせてやるぜってさ、プロレスはもともとそういうね、あの一時期さ、そういうあざとさがねなくなっちゃって低迷してた、なるほど、最近そのあざとさをね出すようになってきてから、やっぱまたプロレスが人気出てきちゃって、それ僕もこの1年でいろんなところで海外サッカー見て思ったんですけど、海外サッカー結構あざといんですよ、なんかお約束があるんですよちゃんと、盛り上がりの試合の中で、これね日本サッカーやっぱねまだまだ盛り上がりのお約束がねえなと思ったんですよ、これはやっぱりちょっとあの次のステージに行くには必要なところだなと、例えばあの、まあ、イタリアに行った時すごい感じたんですけど、イタリアはやりそうね、イタリアそれこそサンシーロであのブッフォンのラストマッチになっちゃった、はい、イタリア対スウェーデンのワールドカップのプレーオフの試合見たんですけど、はいはい、まあ、もうビッグゲームじゃなくてイタリア負けたらワールドカップいけないわけで、すごいスタジアムの雰囲気あるんですけど、うん、でもサポーターは確実に楽しみに来てるんですよ、はいはいはい、で結局サッカーっていうのは向こうにおいては大衆芸能に近いんですよ、うん、はいはいはい、でだから歌舞伎っぽいんですよ、歌舞伎を見に来てる客とすごく近い感じがして、様式美というか様式美があるんですよ、はい、ここでこのコール、うん、ここでこの合いの手を入れるっていうことをスタジアムが分かってるんですよ、でそれはサッカー偏差値が高いとかじゃないんですよ、別にあのサッカーを見る目があるかとか戦術の見る目がどうとか、そんなねサッカー見る目なんか分かんなくていいんですよ、でもそこの盛り上がるポイントだけは押さえておいて、そこが来た時だけなやれるからみんなでよいしょーって感じでそこでダーンってやって、みんなでそれやってわっはっはって盛り上がるみたいな感じの盛り上がりポイントがあるんですよ、そこをどうやって作るかっていうのがやっぱすごく重要、すごいね、でもそれがそのいわゆるワールドカップいけるかいけないかの試合のヒリヒリしたところでできるっていうところがやっぱイタリアだよね、日本でそんなこと日韓戦でさ、どっちか負けたらさワールドカップいけないとかっていう時にあんな余裕ないよね、ないですね、ないね、あのみんなそれこそ国歌のところからもうスタジアム全員で国歌歌って歌った後みんな笑顔なんですよ、試合でスタジアム
いやーもうでかい声でみんなで国歌歌えたね、超一体感楽しいみたいな感じで、ちょっとおもろい行為なんですね、うん、そうなんですよ、ちょっとやっぱり非日常を求めてきてるから、みんなで、ま、大きい声で国歌歌うなんて、プロフォンのマウスとかすごいっすもんね、あれも煽ってるんですよね、なんかね楽しんでんですよスタジアムをめちゃくちゃ、なるほど、だからやっぱスポーツをスポーツとして捉えてて、ガチ感がない、うん、まあある意味価値はあるんだけど、なんだろうな、日本のガチとはちょっと違うかな、うん、ね、日本のガチはストイックだもんね、そうなんですよ、うん、ね、つまんないね、欲しがりません、ね、勝つまではっていうね、そういう、そんなね、あの戦争に突き進んでいったら国民性絶対あるよね、ありますね、ただ本当に、ね、でイタリアがすぐに負けたのもすぐ分かるよね本当そうですね、そういうことです、ね、確かにそう、だからね、それを言うと日本サッカーもうちょっとね強くなってもいいんだけどなって思うんだけど、いまいちサッカー強くなんないんだよね、あ、まあ、そう、戦争では結構日本いい感じでいけてたのでサッカーの強化下手だなと思ってて、あんな短い期間でこんなに強くなった国ないですかね、戦争でね、それアジア予選だったからだよなるほどそういうことか、アジア予選でアメリカが入ってきたからもうすぐワールドカップになっちゃってから、ね、ワールドカップになってからね、そうそう、勝てなくなりました、ね、そうそうそう、ね、いや面白いですね、今日面白いですね、そう、だから逆に、ね、みんなでちょっと今日考えたいの、なんかいいお約束ないですかね、日本的に、だから代表戦、代表戦でサッカー見るときのお約束ですよ、例えばイギリスの、イギリスはマノーンがお約束なんです、マノーン、マノーンっていうのは、日本語訳するとしょってるぞですよ、あのボールをこうやって後ろ向いてもらっちゃったけど後ろからプレッシャー来るときってあるじゃないですか、その時にサポーターが全員でマノーンって言うんですよ、志村後ろみたいなことだ、まさにそのまさにで僕それまさにそのあれは志村後ろだぞってつぶやいたんですよ、はい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 、Twitter で、ね、全然反応なかったんですけど、あのマノーンをまず知らない、そこはでもみんな言いたくてしょうがなくてスタジアム来てる、みんなマノーン言いにスタジアム来てるわけですよ、それで5万人がマノーン志村後ろって言うと危ねえ危ねえってすぐワンタッチに戻すんですよ、振り返らない、面白い、あれはやっぱりみんなそれでわーやったやったやったーって言って拍手して、自分がちょっとプレーに関与した感も出るしね、出るし、うん、もうね、そこだけはみんなやりに来てるから、なんかそこでそうするといやイギリス人はサッカーを見る目がのレベルが高いからとかってバカならいだが書き出してそういうことを言っちゃうんですよ、さすがイギリスのサポーター見る目があるみたいなことを言うの、うん、そうじゃなくて、うん、もうその一点を見に来てるから分かるだけであって、うん、目が肥えてるとかじゃねえんだって、うん、もうだってこんなちっちゃいことがみんな言ってんだもん、おばさんとか、サッカーなんのその監視力みたいなものがないようなおばちゃんでもみんなそこは言うんだから、うんうん、それはもうそういうお約束を分かってそこだけ言いに来てるようなぐらいのスタンスなんですよ、だそれを今度ちょっと理由で何か作らないといけないじゃん、なるほどね、だったら志村後ろでいいんだよ、志村後ろで、志村じゃないんだからそいつ志村じゃないんだからしょってるぞっていうのもちょっとで、やっぱね短い言葉がいいわけですよね、マノンとかはね、マノンっていうのはその現地語でそういうもう丸々の意味なんですか、マノンっていうのはマンオンなんですよ、要は人が来てるぞっていうこと、人が来てるぞ、来てる、マンがオンしてるぞ、マンがオンしてるぞと、はぁ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 、マノンなんですよ、それこそ人によってはマノンとかよく言ったらマノンって言ってないやつ見たりして、うん、もうなんか危ないみたいなこと言ってるようなやつも、なんか言うってこと、なんか言ってガッて声出して気づかせるっていう、なるほど、逆サイド空いてるぞみたいなのを教えたい時あるじゃないですか、あの素人目に分かってんでしょうけど、逆サイドから空きだよっていうのをこう伝えたい時ありますよ ね、 でもね、素人目的にはそれはやっぱり、ええ、選手が蹴れる選手って全員が蹴れるわけじゃないから、そういう話じゃないじゃん、そういうなんか文化作っていきましょうよみたいな、もっと楽しい話だったじゃん、いやだから もっとなんか簡単なプレーでできるのがいいですよ、ね、ラテン系ですごいそのお約束で盛り上がるのはゴールキックなんですよ、ーゴールキックの時は必ずイホデプーターって言って、あ面白い、イホデプーターってのはサノバビッチですね、英語で言うところに、いや将軍の息子、相手のゴールキーパーが蹴るときは必ずそのゴールキーパーがキックをミスるためにプレッシャーかけるためにみんなでイホデプーターって言うんですよ、これはイタリアも一緒、サノバビーチってみんなで言うんですよ、それはもう子供も普段はお父さんそんな言葉絶対使わないのにスタジアムに行ったらサノバビーチとか言ってるよみたいなのでワクワクするわけですよ、なるほど、それで一緒に子供はもう本当に低学年みたいな子はサノバビーチ
チキン悪ふざけを一緒にできるわけですよね、やるわけですよ、ね、すげえ盛り上がるし、せーのゴーみたいな感じで、いやそうですよね、なんかそういう様式ですよね、とか、うんうん、なんかマナーは確かに本当に流れの中だからちょっと難しい部分があるんですけど、まあ狙ってりゃできないかなっていうか、なんかマイボーとかの感じね、マイボーチームがマイボーいいですよ、イーブンなボールをマイボーっていうような感じのなんか言葉がねあるのね、そうなんですね、そういうのいいね、時は来たじゃないですけどね審判がビビるようなイーブンだったらそっちに声であげちゃうみたいななんすかね、マイボーマイボーっていうのもちょっと英語しなのダセいしな、いいね、でそうすると初めて来た人とかにもこの瞬間だけはこれみんなで言ってねみたいな、お約束がある方が入りやすいかもしれないです、ね、そうなんですよ、だから、まあ、最近ちょっとずつねそういうの増えてるんだけど、あのセットプレーの時だけはタオル回しましょうとか、ああいうのは、まあ、いいなと思うんだけど、まあなんかねもうちょっと迫力ある方がいいなと思って、 B リーグとかであるんですよ、あの相手のフリースローの時にもう時短で踏ませるんですよチームが、映像で、ああいいじゃないですか、いいじゃないですか、ね、はい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 、ね、でもこれあれをさホーム側で見ててあれなんだけど、やらしてる方があれなんだけど、あれをいいって言っといて息子にいじめちゃダメだなとは言えねえなと思ってで外人選手とかが外すんですよそれででもああいうことですもんね、まあ、そういうことだと思いますね、いやもうあの体育さんだから時短打踏むともうすごい空気になるわけですよ、レレ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 レみたいな、はい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 、メイクアノイズですよまさに、確かにね、外国の人ってそういうのを楽しめるんだよね、はい、そうですね、そのこうなんかみんなでやるぞみたいな、なんかちょっと僕も外国で仕事してた時に、じゃあなんか一つ終わって打ち上げやるよって言った時の打ち上げでのそういうなんかレクリエーションみたいなの、本当真剣にやるんだよ、真剣っていうか楽しんでやりますね、やるんだよ、日本人ってどうか恥ずかしいからね、ああいうのがねなんかもうちょっと弾けられるといいんだけど、弾ける方がみんなこう鮮明に弾くじゃん、確かにこうあのこう尖る、真面目に尖るから、あれがねエンターテインメント見てて非常に邪魔、いや本当そうですね、もうだから日本は日本のやり方があるとすればもう歌舞伎を全体的に持ち込んだらいいですか、そうなんです、ゴールキックの時よーポンッみたいな、みたいな、本当そういう方がいいかもしれない、ね、中村やとか言いながら、いいね、そうそういいね、フリーキックしてるじゃん本来よよっ玉やそういう罠の応援いいっすよ、いいね、そう相手もビビるでしょ、だって相手の何あれ、相手も気持ち悪いと思うんですよね、そういう方がね、異質なものの方がね、そうそう、僕らね、アジア予選とかでさ、相手がアラブ系だとさ、白い帽子かぶってる人がさ、なんかメガホンであれで、はい、あらやーちょっと怖いもんね、一番怖いですもんね、怖いもんね、なんかよく、あれ、アラのなんとかかんとかって言ってると、なんか呪いかけられてんじゃねえかって思うようなね、なんか、そういうのあるよ、ハリルヤやっぱね、世界は東洋の神秘には恐れを、ね、持ってるから、そうだね、そういうの聞くと思う、そうだよね、あんなさ日本から日本人から見たらさ、グレート歌舞伎とかさあれグレート豚とかさ全然歌舞伎と違うもんね、違いますね毒切り吐かねえしみたいなね、いろんな今日はね、あの出ましたねさあというわけで、もうあれでしょ、イベント行かなきゃいけない時間ないですか、これもう、ね、そろそろね、はい、わあもうなんかあと日日本行きたかったな、タッチと今度ね、タッチはまた来て、タッチは言っちゃった、タッチじゃない、ここにいてる上等兵と、まあまあ大丈夫、今日ぐらいになったんだ、今日ぐらいだったら大丈夫、今日ぐらいになったんだというわけで、ありがとうございます、またちょっとお誘いさせてください、はいはいね、ぜひぜひ、あの今度海外 の, あの今度アジアのとこ面白さをちょっと聞かせてよ、あアジアね、あのアジアのサッカー面白そう、雑で、そうっすね運営が雑っていういっぱいツッコミところ満載、まあ、ありますね、あれがねあの面白いと思うんだよね、今度ゆっくり聞かせていただきましょう、はい、僕にしたなくしたけたしたライツと私ライツ登場と真のフットボール革命の勝者ロック少将、そしてポニーテール上等兵である、ありがとうございました、ご視聴決勝だよ、これは革命である